したのよ。話したいことがある。ボールズエンドに戻れていい気分だ。やる気を見せているな。頼もしい限りだ。知っての通りジョン・シードは多くの人たちを苦しめている。正直私一人では手が足りない。ここの人々は私を必要としている。彼らを守るのは私の責務だ。その分レジスタンスの状況を把握するのが難しくなった。時間ができたら東にあるウッドソン養豚場の様子を見てくれ。ここ数日連絡が途絶えていて心配なんだ。戦えるものは一人たりとも失えない状況だからな。よいさま。フォールズエンドは安全だ。わかった。そうかね。よし、いつでも行けるわよ。これ今みんながお前に助けられた。ありがとうよ。お前いい度胸してんな。動いてんの。
ベトナム以来だ。みんな死んじまった。もうわししかおらん。ウェンデル・レドナーだ。大抵はレッドと呼ばれてるがね、見ず知らずの相手に頼むことじゃないんだが、ダッチからお前さんの評判を聞いてな。わしは仲間と共にベトナムで従軍した。ジャングルで見た光景、もしあんなことがこの田舎で起こることがあれば立ち上がろうと皆で誓ったんだ。いろいろと集めた銃、弾薬、装備、墓に入る日まで日常を守るという意味を込めて、それをフリーダムファンドと言うんだ。だがずっと昔の話だ。今はもうわししか残っとらん。装備は安全に保管されてる。仲間内で暗証番号を分けて持ち合ったんだ。それぞれライターの裏に刻んでな。10年前なら自分で探すところだが、今じゃもう何もできずに死んじまうだろう。わしらのライターを探してほしい。もし集めてきてくれたら、お前さんに金庫の中のものを譲ろう。クソッタレのカルタなんぞにここを灰にさせてたまるか、クソッタレめ。ホールズエンドを取り戻せてよかった。ペギーたちはこの地を闇で盗んでしまった。あ、ワープできるよ。いつも機嫌悪そうにしてた。
待て待て。養豚場を見に行ったから。なるしかねえ。しかない。なんでこれなくなんないの？足りなくなってんだろう。待てって、今のでは無理だから他のも食った。なるかもしれません。頭チェーンの職人さんに会社構成法を申請します。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。不況の兆候ではカルド信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。なんだ。あと誰なんだ。こちらはジェローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルド信者に見つかると見つかったら終わりだ。牧師を通るのする。それが人質の救出につながる。
早く帰って銃を手入れしたい。至福のひとときよ。漁師には耳の痛い話でしょう。保安官、魚類が生産に目視だ。絶滅の恐れもある。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。ガルド新鮮に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。狼が元気そう。野生に返せたみたいね。オッケー、仰せの通りに。位置に着いたわ。よし、行くわよ。涙なのに意味はない。オーディだ。奴らを見るのも気をつけろ。移動する。近づくんじゃない。援護しろ。下げだ。移動する。ついさっきそこにいたぞ。切り替えるわ。もう行きましょう。保安官、こちらはジローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。ガルド信者に見つかると人質が殺される。
攻撃は静かにしろ。何かコツがあるのかね。あのな。ついて解放でいいねのかな。ついて解放で。とか。私たちのものを取り戻すまで引き下がらない。あっちに行く。けどさすがに。だろう。点がしっかり重くない。こっちに行くわ。俺を救うことはできんのかな、マークハン。行きましたが、今も式典に関する。ホワカ、こちらはジェローム牧者。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルト信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。ただの偶然じゃないな。言いたいところだけど、一人亡くなったらオンパレードで一人解放したはず。購入するものを考え直すべきかもしれません。こちらはジェローム牧者。他の地域よりは緩やかですが、ここモンタナでの不満率は引き続き上昇しています。人質が殺される。上昇しています。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。なんだこれ。ナイスだね。
ね。いいしかない人と。ここにあった武器だと。いいだろう、もう。エノミッションは、やれることはない。とりあえず気をつける。とりあえず落ち着こうよ、もう。今のままだと。本当になんか、手がね。どうしたらいい？バレねえようにやんなきゃいけないんだよ、多分。誰か3人。やるしかない。いや、すべてじゃん。まず、ついてやるしという、隠密でやるしかない。それはやれてない。この武器で頼ってるようなやつはダメよ。来た。よし、行くわよ。まずい。絶対に逃がさねえ。こっちに行くわ。さあ、でかい動きで行くぞ。彼の遅れ者を分かるようにな。何の音だ。さあ、何言えすと言え。どうやって飲むの？Thank you.
っちゃった。でもなんか、わけわかんないことになる。なんかわけわかんないことになる。あ、バットで殴るっていうわけわかんない方。登るのはどうやってやんのこれ。あそこをこう、超えることってできないの。操作方法で。時間ぐらい格闘してると奇跡が起こる可能性が。あなるからね。こちらはジェローム牧者。折れねえじゃん。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルド信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出につながる。操作方法。枠を超えるとかって操作ってないの？いや、わかんねえんだけど。あ、ジャンプボタンで。うん。もう、いやもう、どうしようもないから。FPS だけどもう、この、バットで戦うって。確かにやってれば奇跡的なことあんのね。どういうことなんだろう。なん、直行くのはやばいってことだよ。バットで戦ったもんね、気づかれないってことだ。笑えるもん。あれがうまくいったんだろう。この意識を保つとかって何かのアイテムを使ってんの？意識を保ってでも、なんであれがうまくいったんだろう。うん。だから全然ですね。ああ、あれやってたから、バイオハザードやったから、ちょっとなんとかなるかなっていうぐらいの勢いで。バイオハザードやってないと、もう本当に、何回目なんだろうね。あの、あとでバレねえようにやっとかなのかな。絶対違うと思うんだけど。でも、乗り越えが分かった。本当にバットなん。銃だとバレるのかな。銃はバレんのかな。いや、なんでもバット。いくらなんでも、バットはやばいと思うけど。バットで撃つと、バレんのかな。死ななくなるかもしれません。出発しました。保安官、こちらはジェローム牧師だ。ウッドソン養豚場の近辺では気をつけろ。カルド信者に見つかると人質が殺される。攻撃は静かにやれ。それが人質の救出。サイレントで撃つ必要があればいい。もっといい場所に行くんだ。涙だ。待て、救済できないか。
はい。じゃあ少しずつ道は切り開かれてる。少しずつやり方が一個一個進歩している。バットじゃなくてもいいから、とりあえず、サイレントのなんか銃があれば最高なんだろうけど。火炎銃のやつを特に、テイクダウン、なんか殴って倒すのができれば、うん、サイレントの銃をどうにか、うん、バットじゃなくてもいいけど、普通にこれでもいいけど、なんでも。銃でバンバンはサイレントのやつ、遠距離のサイレントのやつが多分ないんだったら。やり方がだんだん絶望だったと思っていた。このから。こっちに行くわ。でかいんとこじゃん。またもお手柄だったな、保安官。こうした行いがレジスタンスを奮い立たせる。彼らが強くなれたのはお前のおかげだ。ダビデとゴリアスのように、お前に信頼を与えている。めんどくさいね。その調子でいい。3人作ったらベストだけど、火炎放射が面倒。そういう趣味なのね。兄弟姉妹たちよ、ルールしかないなって。火炎放射をどうにかする。我々から奪っている者たちがいる。ファーザーの正当な所有物を盗んでいる。人殺しであり臆病者だ。これでね、FPS がどうせゲームいっぱいあるからね。神が我々を彼らに導いてくれる。